山形の冷やしラーメン冷やしラーメンは山形県、福島県などの郷土料理、ご当地グルメ、日本の麺料理の一つ。その名の通り冷たいラーメンであり、スープも麺も冷たく氷を浮かべることもある。冷やし、中華とは異なり、通常のラーメンと同じようにたっぷりのスープに麺が浸されている。スープは醤油味が一般的で、冷やし、中華のように酸味は 強くない。なお、北海道では冷やし、中華のことを冷やしラーメンと呼ぶこともある。東洋水産がマル、ま、ちゃんブランドとして販売している冷やしラーメンも冷やし中華である。山形県のものがよく知られているが、それ以外の地域で考案された冷やしラーメンもある。山形県山形市本町のラーメン店、栄江屋本店の初代店主が、 夏に冷たいラーメンを食べたいという常連客の要望で開発を始め、試行錯誤の末、1年かけて1952年に完成させた。山形市は盆地に位置するため、1933年7月に気温に40.8度を記録しながらく、日本最高記録だったほどであり、夏の暑さは厳しい。暖かいラーメンの需要は落ち、冷たいそばからの発想で、 ラーメンも冷たくなったのではないかと、ラーメン評論家の大崎博士は推測している。山形ラーメンは醤油味が圧倒的に多く、山形の冷やしラーメンも同様に醤油味がほとんどである。山形の冷やしラーメンが東京圏に知られるようになったのは2000年頃で、2013年頃の東京での冷やしラーメンは煮干しから出汁を取ったものがトレンドになっており、塩味。 トマト味、豚骨目など各店舗でのバリエーションも豊かになってきている。1952年2月に福島県藍津万華町でも冷やしラーメンが誕生している。冬に食堂、石山を訪れた風のための高熱で食欲のなくなった女性にラーメンの麺を水で洗って食べさせたのが発祥とされる。麺食が経営するチェーン店北方ラーメン坂内では 平内ちじれ麺にカツオと煮干しの和風だしの醤油味ベースのスープの和風冷やしラーメンを販売しており2011年にはローソンでも北方ラーメン坂内がメニューを監修した冷やしラーメンが期間限定で発売された2015年に発祥の店である食堂石山と道の駅合図床は合図番下で家庭用商品を発売している 長岡市栃地地域の鈴田食堂が戦後に提供を始めたとされる。裏付けのある正確な登場時期は不明だが、1950年代とされる。同店では、ラーメンの冷やしと称するが、他店でも追随し、冷や丼とも呼ぶようになった。ただし、単に冷やしラーメンと称する店が多数派である。細麺の醤油味が基本。静岡県旧志田郡では、水でしめた麺に、 酢の入っていない甘口スープの冷やしラーメンを提供する店もある。発祥は不明だが、1919年創業の丸中では戦前から冷やしを提供していたという証言がある。1978年にことほがきや食品が冷やしラーメンを発売し、以後、東海エリアでは夏の食事として多くの人々に愛されている。鳥取市のご当地ラーメンに、 ソラーメンがあるが、鳥取市役所食堂では、夏季限定のバリエーションとして、出し麺を共に冷やして、ごま油を効かせた、冷やしラーメンが販売される。なお、スープは冷やしたうどんの汁となる。ありがとうございます。